せないと帰れない。今ではあんなお部屋に入れてもいいと思えたが、困ったことにドアが開かない。溜まった涙の水圧だ。そっちのドアを押してくれ。鍵ならすでに開けたから、なんとかすんとか言ってくれ。どうしたおい、まさかラブメーカー冗談じゃない。今さら俺一人置いて構わず消えやがった。信じた瞬間裏切った。ラブメーカー冗談じゃない。逆側の窓の割れる音、鉄パイプ持って泣き顔で、あんなに笑顔持ってきた。 Yeah! ルーララルーラーラーラルーラーラー。俺に突きつけてこう言った。あんたの泣きが笑えるぞ。呆れたがなるほど笑え。